カイリムの闇に潜む一人のジャガイモがいます。今日はそのジャガイモの正体について解説していこう。ジャガイモの名はメイビン・ブラックブライア。リフテンを影から支配する冷酷なジャガイモです。私を煩わすからにはよほどの訳があるのでしょうね。一体何が望みなのです？メイビン・ブラックブライアはリフテン近郊の蜂蜜酒醸造場一代で築き上げた豪商。彼女は権力と富を手にし、その手腕でリフテンの影の支配者となった。ジャガイモは目的のためなら手段を選ばない極悪人です。盗賊ギルドを利用し、競合他社を排除したり、気に入らない奴がいれば暗殺ギルドに依頼し始末させているのだ。メイビンの冷徹な性格は、多くの敵を作り出す一方で、強大な権力を築き上げた。ジャガイモには、二人の子供がいる。息子は殺人罪でリフテン監獄に投獄され、逆らえば、あの世行きだ。非常に生意気な性格をしています。娘は錬金術を学ぶ。家族もまたジャガイモの権力の一部である。くだらない世間話に付き合う時間はないのです。ジャガイモはリフテンにおいて非常に強い影響力を持っています。ジャガイモは盗賊ギルドと深いつながりを持ち、その力を借りてリフテンの影の支配者として君臨しています。ジャガイモは多くの不正行為や恐喝、汚職に関与しており、これが山ちゃんの反感を買います。ジャガイモの高圧的で冷酷な態度も山ちゃんに嫌われる原因の一つです。ジャガイモは自分の権力を誇示し、他人を見下す傾向があります。ジャガイモは特定のクエストラインで山ちゃんと対立することがあり、その過程で山ちゃんにとって不快な選択を強いることがあります。ムカつくのでたくさん痛めつけてから収穫しましょう。死ね、このクズ。一体何なの？スカイリム一番のお値打ち価格と極上の品質。